think something new under the sun. You can't take back them things you already done, done. No. You blame things that you do on somebody else. No. But they all see is you need help.三菱島ヒンドラノートの前田と言います、よろしくお願いいたします。お願いします。今回見ていただくのがですね、はい、弊社で扱ってますトラクターですね、ケーストラクターと、あと、ガスパルト社の、種まき機ドリルって形になります。で今回この特徴なんですけども、パワーハローっていう整地する機械と、はい、種をまくドリルって機械がこうマッチングされている機械になります、でこれ何がいいかって話なんですけど、日本で初めてなんですけど、バリアブルレートハッシュっていうのができるようになってまして、はい、中身といいますと、通常ですね、1枚の畑に何キロ種を落とすよっていう設定なんですけども、はい、10キロだったら10キロ、100キロだったら100キロっていう風に落とすだけだったんですが、これはGPS を利用して位置情報に応じたハッシュ量をマッピングで先にプログラミングすることによって、そこに、あらかじめプログラミングされた量をこう落とすことができるということになります。でこれを可能にする機械なんですけども、通常この箸の量を決めてるホイールローラーみたいなのがありまして、その回転をもとにこの箸のロールが入ってるんですけど、ロールをコントロールするっていうシステムだったんですけど、はい、このロールをコントロールするシステムを電気のモーターでこう駆動することによって、これを擬似的にこうコントロールすることが可能になる。はでこのローラーが回りまして、種がここから落ちてって、ここで種が落とさされるということなんですけど、はい、これを GPS の位置情報をもとに、その、あらかじめプログラミングしたマップの走量を落とすことができるという機械になります。種まき機と耕運機のドッキングの部分なんですけど、はい、通常はここもちょっとリンク、複雑なリンクでこうドッキングするんですけど、はい、このローラーの上に走ユニットが乗っかってる状態なんですよね、はい、でローラーの高さって場所によってこう変化するんですけど、この変化に毎回こう追従した走ユニットをこう、はい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 、そうすることによって、はい、走る機のその走る振動ですね、すごく大事なんですけど、種の落とす振動を一定に保つことができる。はで通常小麦とかですね、はい、豆とか、はい、走ることができるようなユニットになっております。ここからこう、種が落ちてきて、種がここの円盤のところで落ちると。今回この円盤がダブルでこうついてるんですけども、はい、これいいところが通常シングルとか違うこう落とし口のタイプですと、はい、走る振動がやっぱ一定にならなかったりとか、ちょっとしけてたりすると、はい、種落ちるところに詰まっちゃったりするんですけど、ダブルのローラーになってることによって以降こうスクレッパーっていうんですかね、この土取りの役割も果たしますんで、はい、土詰まりが起きづらいと。はであとここの円盤の形がですね、非常にユニークな形しますんで、こう一定の深さでこう埋まりすぎることなく、走振動を一定に保つことができるというのが特徴になっております。でここに種を入れていただいて、はい、この種を落とすような仕組みになっています。この下にですね、ちょっと見づらいんですけども、ローラーがついてまして、はい、そのローラーでこう種をかき出して、ほう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 、一定の量を落としていくと。こちらがローラー部ですね。はい。この電気でこう、はい、ロールをコントロールして可変させるっていうのが多分日本初の、試験機として今第一号機で持ってきておりまして、で通常肥料を可変させる可変石っていうのが流行ってるんですけど。肥料の量をコントロールするんですけど、それだけじゃ補えない部分、例えば、ここだけ、石が多くて肥料をどんだけ与えても物が取れないとか、はい、そういうところにはこの走りを今度どんどん落としてあげたりとか、まだ先の技術なんですけども、はい、ピンポイント的に除草剤とかその作物を枯らしていって、そこだけ補っていくみたいなこともできたりするみたいですね。まあ、コンビネーションなんでちょっとその辺難しいところもあるんですけど、はい、今後その精密農業とやってピンポイントで何かするっていう大きな補助の大きな部分を、はい、やっぱ1枚全部やるんじゃなくて部分的にこうコントロールしていくっていうのが将来の技術として確立されるのではないかと。
の GPS で、はい、ガイダンスしてくれる装置ですね、はい、で走りたいラインを作るとこのモーターになってるんですけど、これでこうハンドルをこう自動でコントロールしてくれて自動でこう走り出すというような。結構ごついっすね。ごついですね、はい、このシャフトをこう直接回してきますので、こっちがトラクターのモニターになってまして、トラクターの情報をいろいろ表示してくれると、はい、これトラクターのモニターなんですけども、はい、イソバスって言われてる通信技術があるんですけど、はい、何かって言ったらこれのコントローラーがこいつなんですけど、はい、トラクターのモニターもついてて GPS もついてて、いろんなモニターがこう増えてくると、はい、こちら見づらくなってくるんですよね。右側に見づらくなってくるんですけども、はいはい、この機械のモニターをこれじゃなくてもこれでもこれでもどれでも表示できるような通信するって技術があるんですけど、このイソバスというコミュニケーションツールを使って、はいはい、もともとこのトラクターのこのモニターなんですけども、このモニターに今のこの種まき機のデータを表示させて、これで全てコントロールしていくことも可能になってます。今回この積マップデモンストレーションで今作らせてもらったんですけども、今の位置情報にこの適当に作った膜量をこうセットしまして、でこれを例えばデモモードでこう走らせるんですけど、走らせるとところに応じてこう種の量が変わってくる。こんなふうに色が変わってくる、はいはい、こいつが進んでくるとですね、今青いところに向かってるんですけど、青いところはまた違う積量入ってるんですよね。でこの量のところに切り替わると、こんなふうに色が変わって、で走る量が300キロだったのが210キロに増える。変わってくる。でこれがまた、例えばそうですね、ちょっと変わります。緑の方に進んでいくと、この量が設定されて300キロにこう切り替わる。あー、すげえ。これまた見づらいんですけど、今巻いたところあるんですけど、はい、巻いたところと巻いたところで巻いてないところあるんですけど、こう重なった時に、自動で種がこう止まると。ほんとだ、うおー。でまた、巻いてないところまで行くと自動で種が出るというような、セクションコントロールという技術なんですけど、あー、うおー、すごい。二度巻き防止がついてたりとか、最新のでもちろんこれ手動で種の落とす量もコントロールすることもこの中でできますし、はー、自動でコントロールすることもできる。GPS はこれ、はい、実は外付けになってまして、もともとなしのトラクターで今回撮ってるんですけども、はい、それにこう後付けのユニットとして付けてます、はいはい、このモニターは最初から純正としてこうあるって付いております。こいつは端ユニットのモニターとして今別体で付けてる後付けの状態です。すげえ。する機械のみ単体で使うこともできますし、後ろの機械を油圧でシューッと下ろすとコンビネーションとして作業もすることができます。本当外すのも非常に簡単なんで、外してもらっても重量軽くなるので非常にいいんですけども。どこで外すんですか、これは。このピンですね。このピンを両方ともついてるんですけども、外していただいて。え、このピンのみなんですか。そうです、ピン、このピン外してもらうとこう落ちる。あそこのそトップリンクのところっていうか油圧のシリンダーのところ、はいはいはい、あそこ外してもらうと絶対で使うことができます。へ、このローラーなんですけども、コンビネーションって後ろの検知する機械の真後ろにこうつける機械、コンビネーションっていうんですけども、はい、コンビネーションの機械です と、通常畑を整地しました、その後トラクターにつけて種をまきますってなると、タイヤの跡とかでこう、はい、段差ができちゃったりして、はい、発が揃わなくなったりするんですけども、コンビネーションすることによっても平らになったところに直接種をまくということができますので、非常に作物にもいいと言われてます。でさらにこのローラーは非常に、面白いんですけど、このローラーのギザギザがちょうど種をまくこの延長線上につながっていることによって、一定の深さを鎮圧して一定の深さに種をまくことができるというのがこの特徴です。これが出口になるんですね。そうです、種を落とす出口ですね。このローラーちょっとこう、オフセットされてるんです。はぁ、ほんとだ。これは何でなんですか。これは片方がこうスクレッパーで土を取る役割と、あとこう土、発振動を一定にこう保つ役割が、刺さりにくくなる。刺さりにくくなるんですか。そっかそっか、そうですよね。
鋭利にしないと。今回注目して、輸入している部分はですね、その走りをマップに連動させて、電気でコントロールできるっていうのが今回の一番のポイントですね。これを使って新しくその今まで、できなかったこととか、新しい作業体系とかが気づければなと思っております。バチの場合、麦の豆腐が大体 10% ぐらい豆腐率があるんですよ。はい、あ、はいはいはい、豆腐率を下げることによって、それをちゃんとした製品にすることによって、マイク渡します。はい、大丈夫。製品率が上がるから、農家さんの所得があるんですよね。だから豆腐してるところをマップして、それに応じてちょっと走りを減らしたりだとか、できすぎるのをセーブしていく、できないところも増やし、できすぎるのをセーブしていくから、それで製品率を上げて所得を上げてもらおうっていう。どうしても一番の畑の村が出ちゃうんですよ、はい、その生育の地力の村って言い方がいいんですかね、はい、村が出ちゃうんで、その要因ってあの物理的なものであったり、はい、生物的なものであったり、いろんなものがあるんで、それを、可変施肥、施肥量、肥料の量をコントロールしたり、可変ハッシュっていうあのハッシュの量、種の量をコントロールしたり、まあ、他にもそれこそあの機械で、はい、水の流れ道をとかいろいろあるんですけど、その一つのツールとして使えれば、いろんな角度からこう農業を管理できるのかなというようなツールですね。組み合わせですかね、もうあのこれだけっていうよりもいろんなものとこう組み合わせて、はいはい、使っていくような一つのツールとして、その一部の、はい、まあ、精度を増した補いってことで、そうですね、提案できればなと思っております。こんなにそばにいるのに話せないは聞いてない、彼女は微笑んだら僕の名前を呼んでいる、いくらかけたか忘れたけど、この時は本物でしょ、目覚めてしまいそうだ、あと少しはここにいたいけ、終了です、そもそもそうです、はあ